一条事情は、富山県小矢部市八光田にあった、日本の城、小矢部市指定史跡。富山城閣カードナンバー45。越中国と加賀国との国境にある標高276メートルの増ス型山の山頂にあった、神城。上域を、加賀国下北軍から越中国と並氷五郎丸へと抜ける、田次下越が貫通する構造となっており。 街道の押さえとして使われていたようである。ちなみに、この田地下越を加賀方面へ進むと、加賀国朝日山城がある。また資金には、同様に国境越えの小原越を抑える加賀国松根城があり、主にその市場としての役割を担うことが多かった。規模は、東西25県、南北38県と伝えられ、天正期の改修後には、 連続したマス型古行を備えた、触法形状格となっている。現在は、本丸、土類、堀切りが残っている。名前の由来は不明。南北朝時代の昌平年間、南朝方の有力者だった、越中国主も、桃井忠常が居城とした章の城の史上として、重臣、庭吉左衛門により築かれ、自活の子である、昌根城主。 桃井直和の管理下に置かれた。公安2年1月23日、征夷大将軍足利義明は、能登国の地頭御家人らに、桃井正熱意悼をゲージ、能登国の守護であった北朝方の吉見氏と、交戦状態となり、結果桃井勢は、越中を離れ、全国を転戦することとなる。王安元年8月には、 対桃井強行派の柴義行が越中国主護に任じられる。ほぼ同時に桃井親子も越中へ戻っており、早速桃井氏討伐に着手する。王安2年6月、桃井直和が加賀国主護戸賀島西への居城である戸賀市城を攻めるも、吉見市の援軍により、撤退、一条事城に籠もる。同年9月17日、 吉見来県の軍勢によって一条次情は落城。直和は、腰中国日代が様城へ退却した。ちなみに直和は、この翌年、吉行の軍勢と交戦し廃止している。天正十二年、笹成政が、前田利家に対する備えとして、家臣、杉山小助を配置して、越中国源氏が、峰城、加賀国昌根城、加賀国荒山城らと共に大改修を施す。 同年7月、成政は一条寺城から、田地下越を通って、加賀国朝日山城へと攻め込むも撃退され、9月の末森城合戦の後には逆に朝日山城に寄っていた、都市家の重心村井長頼に攻められ落城した。長頼は後に、同じく攻略した、加賀国省根城を本城都市一条寺城を、市城として管理したが、前だけが、 加賀国と越中国を治めてしまっているために、軍事的価値がなく、さほど時を置かずして、廃城となったと思われる。案内板が設置されるなどしている。1977年9月12日に、小矢部市の指定史跡となった。ありがとうございます。